こんにちは、北川フラムです。日本の地域でアートを通して、その地域の活性化を目指す、そういう芸術祭の総合ディレクターを務めています。パンデミックの影響で本来今年やる予定だった3つの芸祭が全部、来年に延期されました。もともと来年やる予定だった芸術祭と一緒に来年は4つの芸術祭をやるわけですね。千葉県は房総半島市原市を舞台とする市原アートミックスは、ローカル線の小湊鉄道を中心に展開する都市郊外型の芸術祭です。ここは川の渓谷に沿った形で地域ができてきたわけですが、その里山の部分は人口は激減し、で都市部、東京に近い都市部は人口がそんな減ってないと、そういう非常に、アンバランスな土地の形成が行われてきました。その中での芸術祭ですが、今年、日本に、新型コロナが流行する前、ほとんどの作品は出来上がったわけですが、来年に延期するというふうにしました。北アルプス国際芸術祭は水、木、土、空といったもともと地域にある諸原的な要素を中心にこの地域をの特徴を表そうとしたものです。もともとここは3000メートル級の日本アルプスがある麓にある場所ですが、ある意味では山のいろいろな獣、あるいは山のいろいろなものが人と出会う、そういった場所なわけですね。日本のいろいろな集落ができている現象的な形態が残っている場所です。そういった場所を元気にするための活動をしている場所です。次に最果ての芸術祭と銘打って石川県珠洲市で行われる奥能登国際芸術祭ですが、これは日本海東海に面した半島で、今は東京からの距離が一番遠い場所の一つになりましたが、もともとは海を通して非常に元気だった、ある意味で交通の拠点だった場所ですね。それが東京との距離っていうことで本州で一番小さな1万4千人の市になってしまいました。しかもこの地域は今ようやくいろいろな人たちの世代交代、あるいは家の交代が行われているわけで、それをみんな集めて地域の博物館を作ろうという大蔵ぞらいという活動を中心にして進めている芸術祭です。これら3つの芸術祭は日本で3月以降コロナウイルスが拡大する中で延期を決定しました。ただここで気をつけたかったのは、それが中止になるのではなくて、この約1年の期間をもってより充実してちゃんとやるというふうなことで意識を、もうそういう意識でやりました。でこれは日本の場合オリンピックっていうものを控えていたために非常に刹那的、あるいは場当たり的なその方針があったため、非常に日本の場合その医療の基本的な方針が定まらなかったっていうことで右往左往したわけですが、ただそれはそれで、ますますもともとあった都市の一極集中、あるいは均質化っていうこと、そういったものに含めてのもともとの課題っていうものをより考える、あるいは地域が大切だということの考えに、が深まっていくような機会にもなりました。これから、この中で考えている行っている活動をご紹介します。で今年行われる3つの芸術祭がなくなる中で、
作家との連絡をつなげながら、今世界のアーティストがどういうことを考えているか、アーティストはいろんなジャンルの中でも最も生理的な直感的な人たちです。この、世界のアーティストが今何を考え、どういう生活を送っているか、これを2分の、インスタグラムで投稿してもらうことによって、この時期の、世界のある意味でアーカイブができる、そういった活動をしてきました。まあ、こういったことが、まあ、かなり一つの活動ですね。それと同時に、やってきていることは、この芸術祭の中、この時期に、命とか健康とかグリーンエネルギーとか、あるいは文化とか美術っていうものを非常にやっぱり大切だということが、いろいろな国で考えられてきたわけですけれども、こういう中でただ単に、集会あるいは会食あるいは移動を制限して、何か距離を取ればいいというふうなことは、やっぱり今こうデジタル化しネット化していく中で、人間が極めて図式的にあるいは均質にあるいは情報的にだけ動くことに対して疑問を持って始めた芸術祭ですが、非常に今熾烈なそこの局面がある。つまり安全、この瞬間の安全ということでいろいろな距離を取るということ、これはもともとこの情報化の中でかなり厳しかった人間の関わり、そういったものをますます助長する動きになりつつあるというところがある。非常に不思議な話ですが、命とか体とかそういった非常に生理的なことの問題がありながら、解決策として非常に人間が無菌状態での菌質化に向かっているというふうなことがありますね。で、そういった中で、活動している一つは、より可能な範囲でいろんな人たちがもう一度地域に入り勉強し直すということを、地域と、都市の人たちが共同でやる、いや、まあ、フラム塾的なものをかなり丁寧に始めています。で、まあ、そういった形でのつながり、そして、いろいろな外国の人たちとかなり今まで以上な密接な検討を、芸術祭に対する検討をやっているというのが私の今の時間の使い方ですね。で、ただ現実に来れないとかそういった問題がありますので、そこをどういうふうにやっぱりつなげていくか、そういった限界を乗り越えていくかというふうなことが大きな課題になっています。ただ面白いのは、面白いというか、アーティストがすごいのは、やっぱりこういう表現っていうのはそれぞれの国でやっぱりいろんな抑制されている部分もある。思ったようにいろんなことをやれるわけではない。で、こういったそのコロナっていうことの抑制ですが、これはある意味でアーティストなり人々がその現実の中で抑制されているのが非常に集約化された形でできているものだと。そういうふうに考えて、この時期をよく考え、より深く、命とか、人類っていうのについて考え出したアーティストが多いっていうのは、非常にそこが何て言いますか、豊かというか面白い、そんなふうに私は思っています。まあ、そういう中でアートっていうのはやっぱり75億人の人たちがみんな違うっていうことに根ざし、しかもそれぞれが違うんだけれども、みんなが同じ地球の中でいろいろ関わり合いながらやっていくというふうな現実、これがこのパンデミックの中でいろいろ問われるし、どうやって進んでいくか、今すごく熾烈な、なんか動きが始まっているというふうに思っています。